はい、品田です。今日はボックスアーツツインのエンジンブレーキの特性についてね、ちょっと考えたいと思います。私の乗っているこの R1200GS、水平対向のボクサーエンジンということで、2気筒の、ビッグツインというようなね、そういうカテゴリーのバイクです。エンジンブレーキの話なんでね、その話しようかなと思ったんですが、下り坂、当然あの長野県ね、こういう走ってるその峠というか、その、ワインディングで下り勾配のところ、当然ね、登っていけば下っていかなきゃいけないというような、そういったことになるので、エンジンブレーキを多用することがね、結構多いんですよね。それでこのボクサーのそのエンジンブレーキのかかり方、これ非常に強力というか結構効くんですよね。長い下り坂なんかでそんなにブレーキを使わずに、そのギアをシフトダウンして、そのまま、そのアクセルを閉じていれば、一定のその車速で収まるというようなね、そういうような特性なんですよ。ボクサーツイン乗ってる方はね、これ状態よくわかると思うんですけども、起伏、要するに勾配が激しいというか下りが長いとこ行くと、普通はもっとそのエンジンブレーキ効かないで車速がどんどん伸びてっちゃって、それでブレーキを多用するというような、そういうその場面がね、多いような気がします。普通のバイクがということではないんですけども、その、バイクの、種類によりけりなんですけどね。あと、エンジンがその単気筒だ、ツインだ、マルチだ、いろいろありますから、その、エンジン形式によってまたそのエンジンブレーキのかかり具合、そういうのも変わってくるわけですよね。それで、これなんでそんなにエンジンブレーキに話をしてるかというと、前に乗っていた F650GS、単気筒の 650cc、ビッグシングルと言われるね、バイクなんですけども、これ結構そのエンジンブレーキがかかりづらかったなという、そういう印象があります。車速がどんどん伸びてきちゃって、その、ギアを1段落としてもそのどんどんスピードが乗っちゃうので、ブレーキをに頼らざるを得ないというような、そういう場面が結構多くありました。その F6 の単気筒と比べると、このボクサーツインはそんなにブレーキに頼らなくても、エンジンブレーキで結構そのまんまのスピードを保持したまま下がっていくというような、そういうような感じ、特性なんですよね。それでこのね、エンジンブレーキのかかりが強すぎるというか、それによって、アクセルの回動によってはギクシャクすると、そう感じられる方もいるかと思います。その特性を、その緩和化するために、内圧コントロールバルブっていうのがね、あると思うんですが、それを使うとその、エンジンブレーキのかかりが弱くなるというね、圧力損失をその、防ぐというか、ちょっと構造ね、私も詳しくは分かんないんですが、エンジンのクランクケース内のその圧力をその、緩めるというね、そういう部品があります。それをつけることによって、レスポンスが良くなるのか燃費が良くなるのか、ちょっとその辺ね、私使ったことはないんでちょっとわからないんですよ。もしね、そのボクサーツイン乗ってる方で使ってるって方いらっしゃいましたらね、ちょっとその辺コメントでね、お聞きしたいなと、そんな風に思ってるんですけど、それでギクシャクしやすいっていうね、このボクサーのその特性というか、そのアクセルとのその連動のね、感じだとは思うんですけども、
これがまあね、好みじゃないからそれをつけるというような、そういうこともまあいいのか悪いのかなというような気もするんですが、私がまあ乗っている、使っている感じとしては、まあ、この強力なその、エンジンブレーキをね、あえて効かなくするというか、その、まあ、滑らかさというかね、そのフィーリングを重視するからそっちをつけて、この強力なそのエンジンブレーキを緩めてしまうというのは、逆にこういう起伏のある道を走る、まあ、そういったところを走る機会が多い人にとっては、逆につけたことによるとデメリットかなというような、そんなような気もします。一度使ってその辺をね、体験したいなというような気でもいるんですけども、まあちょっとその部品買うにも高いのでね、なかなかその、使ってみてやっぱ良くなかったってことになるとちょっと無駄ですので、もしね使ってる方いましたらちょっとその辺ね、ちょっとお聞きしたいなと、そんな風に思っています。こういう下ってるところがもうずっと続くとなるとね、一定のそのギアに落として、アクセル閉じてればスピードがそんなに伸びてかないというような、そういう使いいいところはあるんですよ。これボクサーの特性なのかなというような、そんな気もするんですが、いろんなバイク所有しての経験とかそういうのでね、比較できればいいんですが、私ももうツインとシングルが好きで、4気筒のバイクっていうのはもう何十年も前に降りてしまったんでね、どうだったかなっていうようなね、そんな気がするんですけど、4気の方がもうちょっと来るバイクがね、下りだと進んでっちゃったなというような、そんなようなイメージではあるんですけど、実際ねそれがもう結構昔のことなんで、ちょっとわからないと、そんな状況です。このね内圧コントロールバルブ、エンジンブレーキの効き具合、それに関してね、もしねご存知の方おりましたら、ぜひ教えてください。はい、それではね今回下り坂を降りてってね、ちょっと気づいたことというか感じたこと、そのエンジンブレーキの件についてね、お話ししてみました。それではまた次回の動画で、よろしくお願いします。